御殿場じゃない、なんだっけ、グランベリーパークアウトレットに来ました、イエーイなんですけど、本当は目的が違って、実は我々なんかホテルになんかねサウナがついてるとこあるんだよね。そこに入ろうと思ったんですよ。でそこが予約できないとこで飛び込みで行ったんですよね。まさか空いてないことはないだろうと思って行ったら、まさかの空いてなかったんですよ。やっちゃったね。やっちゃったよ、しょうがないね。ということで、そのサウナあったホテルの近くのグランベリーアウトレットパークに来てます。でサウナの撮影ということで、私は、まあ、何も食ってないって言ったらおかしいんだけど、今ダイエット客も兼ねてやってて、めちゃめちゃ腹減ってる。あとちなみに言うと、18時までだったらワンチャンだよね。俺のそのワンパンマンとかの事情的にも、18時までに電話が来ればセーフ。18時までに電話来なかった場合はそのまま帰宅ということで、で今時刻が16時、2時間もあるんですよ。暇すぎるよね。ということでここに来た所存でございます。まあここアウトレットなんですけど、これ有名なんだよね。まあそういうことで、まあ、アウトレットじゃないですか。ちょっと見てください私たちの服装ね。まあこれはねちょっとね、寒すぎる撮影の前に買ったんだよね。ユニクロがあったんで、なんか上1枚買ってこいよっつって、俺が買ったのを山田がパクって買ったみたいな。パクってない、疑似おそろみたいな。山田の方が確かグレード高いんだよね。山田3900、え山田3000ぐらい、4000でしょ。俺のやつ1900円。俺たちね、もうこれね、実は分かんないかもしれないけど、これ黄ばんじゃったんだよね。これさ、来すぎてさ、まだいける。え黄ばんでんどこだっけ。ほんとだ、これヤマキのタレ普通にね、大阪旅行でね汚れすぎた。俺らさ、この冬毎日旅行するのにさ、この汚い服しかアウターないじゃん、まあ、あるにあるけどさ、服がないじゃん。普通にせっかくここアウトレット2時間もある時間が、何をするっつら服を買いましょう。アウター1枚買おうぜ、ちょっとおしゃれなやつ。汚すぎるよね、臭いもん。くっさ、臭くない、犬だよ犬、匂いが臭くないよ、はい、なんでだってハムスターみたいな匂いしてるでしょ。え、俺もこれ否めないのよ。だからちょっと急遽なんですけど見ていきましょう。えいえい、おー、おー、はい、ということでね、食べてるでしょって思ったかもしれないけど、今日はさすがにミルクパンしか食べてなくてね、お腹空いてるんですよ。ミルクパンも食べたんでしょ。俺なんて今サラダチキンスープしか飲めないんだよって思うじゃん。お腹に溜まるからね、うん、うちからしたらミルクパンに比べたら。ただ最後に食べたのが俺もう11時とかじゃん確か。あーそっか、1週間それだけでお腹を満たせって言われると辛いんだよね。そう、あんたじゃあ食っていいよ普通に。撮影前だからあんたも食わないしてたよ多少は。これはもう2時間もあるし、さすがにかわいそうだから。いやでもそんな裏切りみたいなことできないよ。そんなこと山田さ、あれじゃん、すごダン、すごダン、ちょっとさ、マジでさ、ダンって無視すんの、マジアウターやばいじゃん。死活問題だ、しかもさ色が被ってるから俺嫌なんだよね。嫌じゃない、なんで、え、じゃああんたがパクったらどう落とし前つけてくれるの。俺がパクったら、でもパクんなよ別に、あんたのやつなんだよ。ダッサ、あんたが先にこれなったら、ユニクロに謝れ。あんたも同じユニクロなんだよ、所詮同じユニクロの無事なんだよ。じゃあまあ今日はあれだわ、ファッション対決でもあるわ。うん、アウター1枚、外のやつ1枚ね。はいはい、OK。 じゃあお互い決まったらなんかどんどんお披露目みたいな感じで。はい、うん、やばい、えスケートやってんじゃん、やばくね。え、やったことない。まだ滑ってこいよ、やばいね、うん、あやば、すごっ、氷じゃん、冬を感じますね。ねマサできる、飛ばない、何飛ばない、飛ばないって誰、何の真似それ、飛ばない、何それ山田真似、大気入りたいわ、うん、ね、俺は服を見てからにする、ね、あんたスケートできる、うん、できるよ。だって俺出身北海道だ。嘘ばっかつくな船橋。ああ。いただきます。何食べるんですか。グラコロです。お、え、これグラコロだよね。それはグラコロだね。やっぱね、フードコートといえばマックですよね。うまい、これは山田が作ってくれた脂肪燃焼スープです。ありがたくこちらをいただきます。おいしい。あれやばいじゃん、今俺めっちゃハッとしたんだけどさ、あんた服変わってんじゃん。ごめんちょっと紹介するの忘れたわ。はい、じゃあ山田買った服から、そう、ちょっと立ってお披露目会して、いいじゃん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 。じゃあ俺もお披露目していいですか、服。え、え、変わってないじゃん、変わってないじゃん、変わってないじゃん、買わないの。買おうかなと思ってんだけど、これが一番かっこいいんじゃないってことで気づいて、俺さ町田から帰ったらさユニクロと同じやつ買おうと思って、ユニクロないからいいかなと思っていいの、もっといろいろ見なよ。結局かなり回ったじゃん。アウトレットだからバカにしてんでしょ。回してるわけじゃなくて、いいかな、俺はユニクロのこれ同じやつが欲しいよ。汚いだけだから俺が満足できる服なかった、うん、ということで、あんた、なんであんたインナーも買ってんの、買ってんの、おしゃれなって可愛いから。山田ごめんね、うん、試着してる時にさ、お前結構デブだなとか言ってさ、ごめんね
お腹出てるって言ったんだよ、マサは。本気で怒ってたよね。店員さん苦笑いしてた。ああいう男出てき、あとで悪口言われてるの、飲み会とか。自分もダサいくせに、服ダメ出ししてる男がいて、もう本当にありえなくないけど。キモいそういう男、しかも、ダサいんでしょみたいな。絶対酒の場でさ、俺バカにされてるわ。俺にとっては冗談だったの。あんた怒ってたの。いいもん、今だけちょっと冬だから、蓄えてるんです。これもいいんです。痩せます、春には。ごめんね。うん、俺服は、あれするわ。東京戻ったらユニクロとか、これお前どうしても欲しいからさ、うんうん、お前町田も東京だけどな。え、町田東京なの？え、東京？超バカにするじゃん。神奈川じゃないの？ほら、は？嘘でしょ？本当に？もうあなたは口を、ガチで言ってんの？喋らないこと。え、もう一番恥でしょ？一番恥でしょってことは。そういうこと言うな。東京なんだここ。うまっ。うまい。また中行ってみましょうや。こうやって。うまいね。フラコラってこういうやつのこと言うんだ。服いくらしたのそれ結局。5000円ぐらい。2着で。エコバッグもくれた。インナーも入れて、うん、外も、うん、え ?3000 円と2000円ってこと、うん、マジでめっちゃ安いじゃん。ね。なんかさ、ユニクロ一番おしゃれ説に気づいちゃった。ユニクロってさ、決して安くなくない？ 5000 円とか4000円とかするんだよ。あんた気づいた時4000円でしょ、これ2つで5000円でしょ、で買ったの。そうだからこっちの方が安いんだよ。だユニクロって高いんだよ。それあったかいの？ペラペラ？もうユニクロの方があったかいかも。ほら、ユニクロすごいよね。同期もね、大好きだったユニクロが。誰？大学の時の担任の先生。あんたそういうネタがさ、もしかして面白いと思ってる。そういうのばっかじゃん。じゃあさ、もう無理かな、ホテル。サウナ行けないかな、今日は。飽きてなさそうだよね。もう雑とかしてる。はい、じゃあ、ということで、山田がおしゃれになりました。または帰ったら買います。こんなおしゃれ坊主には、町田じゃ抑えきれねえや。おしゃれ？ここもおしゃれ。じゃあ、今日は撮影がなくなってしまったんですけど、帰りたいと思います。でも、まあ、山田いいよ。いい服買えたぞ。うん、よかった。やばい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 や
にめちゃめちゃ豪華なサウナがあるね。そこね、昼の14時に1回行ったんですよ。今来れば大丈夫ですって言われて行ったら、俺たちよりギリ早く先にね、人が入っちゃったんだよね、うん、その人たちが出るまで入れないっていう、いつ出るかも分かんなかったのね、うん、もう今20時で帰るしかなかったの。もうでもう帰ろうかなと思った時に、なんと山田が空室情報のそのサイトをこうやってリロードしまくって、もうずっとリロードしてた。そしたら開いたっつって、うん、マジかってバーって電話かけて、うん、すいません今から行っていいですかって言ったら、あ今多分大丈夫ですみたいな、先ほどのお客様ですかみたいな、うん、俺らがずっと401開いてますか開いてますかってずっと聞いてたもんだから、6時間待った。行きたい部屋があってさ、そのラブホのためにさ、こんだけ待つやつなんかいないよ。いないよねリロードして確認するやつもいないよ。でもう結局ね、僕たちは本当は14時に行って3時間ぐらい行って、そのまま帰ろうと思ったんですけど、1泊1万円ぐらいになっちゃいましたけど、サウナだよ、なっちゃいましたけど、まあ仕方ないよね、せっかくここまで来たから ね、まあ、ね、行くぞ。これで間に合わなかったらもっとやばいからね行くぞ、走れーやばい、ね、いやこれで取られたら泣いちゃうよ。泣くよ。ということで抜かれましたという報告のサブちゃんでしたはい、じゃあ行くぞ、ありがとうね、みんなバイバイ行けましたよ、行こう行こう、バイバイ、みんなありがとう。